てくれますよ。さあ開幕がいよいよね、まもなくとなりました。気合十分のドアラに今日はお友達からの、ね、質問を募集していきたいと思います。いろんな質問あるかな、お父さんお母さんと相談してもいいですよ。ドアラに聞きたいことをね、今日はこのステージで聞いていきたいなと思います。さあドアラがですね、まもなく登場するんですけれども、どこから来るのかちょっとわかりますか。もし見かけたら教えてくださいね。さあ今日も名古屋ドームではオープン戦がね開催されますけれども、もうすぐ開幕ということで気合の方は十分ですか。もちろんね気合入っております。ではお友達からの質問などをね、いろいろ受けていきたいなと思いますので、よろしくお願いしますね。さあそれではね、質問コーナーに移る前に皆さんにちょっとお知らせがあるんですけれども、なんとですね、イオンモール名古屋ドーム前はこの度中日ドラゴンズのオフィシャルスポンサーとなりました。拍手ちょっとピンとこないかな、ね、オフィシャルスポンサーということでですね、中日ドラゴンズいっぱい応援してくれるんですよ。はい、なんか言ってましたけど、実はですね、店内にはいろいろなポスターやバナーなどがあります。ちょっとここからですとね、一番近いのあちらですかね、2階の方にあちら選手の写真などがありますし、ちょうど後ろのですね、センターラコートにおきましてはね、大きな、これちょっと見えないね、壁で見えないんですけれども、またね、大きな広告が出ているんですよ。そう、向こうの方、今日は三ツ矢サイドのイベントやってますけどもね、はい、行かなくていいですよ。今日はこちらでお願いします。さあ、そしてですね、なんとドアラのお写真もあるんですよ。どこにあるか知ってますか。皆さん知ってます。あ、知ってる？もちろん。あ、すごい。どこにあるでしょう。あれ？あっちの方、あっちの方。あ、でも結構合ってますよ。合ってますよね。そうなんです。2階の、ドームに行く連絡通路の入り口のところ。はい。そこにですね、はい。入り口の扉のね、左上に、なんとドアラのお写真もありますので、よかったら皆さん、そちらの方もですね、注目していただければと思います。今行ったらいなくなっちゃうよ、ね、後でね、このイベントが終わった後、ぜひ皆さんにロープを行くときとかね、また見に行っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。そしてですね、オフィシャルスポンサーということで、なんとなんといろんなイベントもね、今後は開催されていくと思われます。今日は試合終了後に野球教室もあるんですよ。なのでね、これからもイベント盛りだくさんだと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。さあそれでは早速ですが、お友達からの質問、ね、募集していきましょうか。はい、お友達ね、今前の方にも集まってくれましたけれども、ドアラに質問ある人、はーい。あ、早速一番前のお友達が手を挙げてくれましたね。いるいるいる、こちらドアラがパペット挙げてくれましたね。はい、じゃあね、こちらステージ登ってきてもらえるかな。すごい、相手がパオロですね、右手がドアラですね。気をつけてね。はいはい、山田くん、お父さんいいよ、お父さん来てもいいんだよ。どうして、ね、はい、じゃあみんなの方見てね。こんにちは。子供の代わりなんじゃなくて、聞いてみようか。何する？
ございました。いや、冷たいな。なんか質問あるのかな。お父さん、何聞きたい。コアラに何聞きたい。
ーちゃんだって。キーちゃん？キーちゃんが良かったらしいですよ。はい。もう森なんて書いてるけどね、だからはね。さあ、じゃあどなたからの質問ないかな、お友達に。どこから来たの？
ちょっと最後に大人の方からご質問を置きましょうか。はい、大人の方、質問聞きたいことをお願いします。さっきの子から。はい、じゃあどうだ、誰かちょっと一人、皆さん大人の方気合入ってますのでね、ちょっとこれじゃ分からないよ、なんか入ってるみたいだもん。気をつけてきてください。どうぞ、こちらに階段がありますので。どうぞどうぞ。こんにちは。今日結構早くからいらっしゃいましたね。千葉から。暇暇暇暇じゃないですよ。このために名古屋ドームに野球を見に千葉から来てくれたんですよ。だから今言ったよね、何しにって書かれましたけど、違うよ。あのね、応援ですよね、もちろん。あ、ドアラに会いに来たんですよ。ドアラに会いに来たんですよ。すごいですよ、千葉からですよ。さあ、それじゃあせっかくですのでね、ドアラへの質問をお願いします。考えてますね。もうなんか見てますよ。どうしたらいいのか。どんな答えが出るんでしょうか。ドキドキしますね。こうしたいんだって、トアラと。どうしたらいいんだろう。すごい見てますね。なんだろう、トレーニングして、なんで、脳トレ、脳トレするの、脳トレしたら結婚できるの。なんでしょうか、これは。ありがとうございます。大丈夫です。応援いただきましたね。カルタで脳トレ、カルタをよくご存知で、新しくカルタが出たから。はい、ブログ見てください。ドアラのブログに載ってるんですね。そしてそれをやるとドアラと結婚ができるとね。買います。はい、ドアラのことはいつから作るの。6年前ぐらいからドアラのことが好きなんだそうです。同じ小学校。ドアラ小学校行ってたの。行ってたの。行ってないよね。不登校？不登校だったの？何？そうなんだ、いろいろあったんだね、きっと。そっか、まあそうだよね、小学校にドアラがいたらちょっと注目されそうですもんね。顔がでかいのでだって、いい意味だよね、いい意味だよ。顔が目立つってね、やっぱ目立つ子はちょっとね、いろいろあると思いますので、まあ、不登校だけどね、こんだけ活躍してますからね。あ、今となっては。じゃあせっかくなので最後こうドアラと握手をして、
収まらせないとなんかよくわからないポーズになってます大丈夫かなありがとうございます。じゃあプレゼントでちょっとドアランのグッズではないんですけれどもドラえもんどうだっけちょっと一緒じゃないね。はい、ありがとうございます。皆さん大きな拍手をお願いいたします。さあということで、はい、ドアラからのドアラへの質問は以上にしましょうかね。どうでしたか今日は。皆さんからのたくさんのいろいろな質問を受けて、ただあまり野球に関する質問はなかったんですけれどもね。はい、いよいよ開幕、名古屋ドームでは4月4日からの開幕戦が始まります。開幕戦来てくださいということで、来てくれる人大きな拍手お願いします。いやいや、もう一回聞こうか。開幕戦来てくれる方大きな拍手お願いします。怪しい大丈夫、これからみんな来てくれるよ。ちょっと照れてるんですよ。ということでありがとうございます。ではですね、最後に実はここイオンモール名古屋ドーム前にはドアラ神社が登場してるんです。行ったくと、あ、もうすでに、そう、実はですね、はい、勝利祈願の皆さんがされていて、もうすでにたくさんかかっていてですね、ドラゴンズへの熱いメッセージが何それいっぱいかかっているんですけれども、今日はノアラが来ておりますので、ノアラにもですね、せっかくなのでちょっとみんなに大きな身にですね、勝利祈願書いていただきたいなと思います。皆さん移動されると危ないので、この後ぜひドアラが書いた絵馬もですね、見ていただければと思いますので、ドアラはではここで一旦お別れになります。はい、またドアラ神社の絵馬にも注目してください。中日ドラゴンズマスコットキャラクタードアラでした。ありがとうございました。さあ、ということでね、いよいよ開幕近づいてまいりました。いろいろ皆さんのお力を借りて盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よかったらドアラ神社この後ぜひ見に行ってみてください。本日はイオンモール名古屋ドーム前へお越しいただきまして、誠にありがとうございます。